ベンデンは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、アルンスベルク行政管区のオルペ郡に属す、町村である。この町は、ザウアーラントの最も南に位置する町である。ベンデンは、オルペ郡南部のザウアーラントロタール山地、自然公園内に位置している。ビッケ川支流のベンで川が流れ、町内であるべ川が北岸からベンで川に合流する。北西に、 アウトバーン A4 号線と A45 号線が交差するオルペ・南ジャンクションがある。自治体弁電は以下の地区からなる。弁電は1151年に初めてウェンデンという表記でヘルフォルトのアウフデム・ベルゲ修道院の寄贈目録に記録されている。この修道院は弁電付近に多くの所領を有していた。近年、1011年の この修道院の設立文書に、弁伝が、すでに名指しされているという主張がなされた。これに対して、別の研究者から、ここに記されている、弁デナー平イは、現在のバーとエーンハウゼン近郊の農場であると、反論、主張があった。地元の研究は、どちらの年号にも、疑問の余地があるとして、12世紀末から13世紀、はじめに、 最初の記述がなされたと慎重に発言している。弁慶ンンの教区教会はもともとオルペノシ教会であった。教会等の年代は元の教会堂が12世紀に建造されたことを示している。1313 13年の時点でもまだ礼拝堂と記述されている。守護聖人は時代とともに先霊者聖ヨハネから聖セベリンに変わった。これは ケルンのセベリン修道院が所有権を獲得したためである。弁ン,ンはケルン大司教統治下でアムト・バルデンブルクに属した。弁ン,ンには裁判官が駐在した。1536年には弁ン,ン村の他にエルベン、セーナウ、ギルクハウゼン、アルテンホーフ、ゲルリンゲン、レーマースハーゲン、ヒュンスボルン、オットフィンゲン、ブルン、ヒルミッケ、ハイト、ローテンボルン、 デルンシャイトといった集落がデリヒトベンデンに属した。ベンデンは16世紀にフィルステンベルク家の勢力下にあった。この家門は様々な選定校のアムとの管理権を有していた。カスパー・ホン・フィルステンベルクの時代に一連の魔女狩りが行われた。しかし、原子量がわずかしか残されておらず、現在では詳細な記述を行うことができない。 魔女狩りの最盛期に約20件が審理された。隣のオルペでは、例えばアナマルガレータ・シュミットが処刑されたりした。弁ン,ンは、定地ドイツごと、高地ドイツごとの境界線、ユアーディンガー・リニエ城に位置している弁ン,ンは、境界に位置していることが特徴である。まず所領の面では、ケルンのザウ・アーラントとナッサウのジー・ガーラントとの、境界であった。近世には、 レーマースハーゲン近郊のドライヘレンシュタインでケルン先帝公のベストファーレン公領、ナッサウジーゲン公領、ビルデンブルク領主化の勢力範囲がぶつかり合っていた。中世後期から近世にかけてナッサウ側の教会は、ラントベーレニア、それに類似した国境防衛施設でケルン先帝公のベストファーレン公領に対して守りを固めていた。ケルシェソヘックの一部が町内に残されている。 ここはまた、かつてのザクセン人とフランク人を呼び、ザクセン語とフランク語、定地ドイツ語圏と高知ドイツ語圏の教会でもあった。宗教改革後にはさらにカトリック信者を主とする領域とプロテスタント地域との宗教上の教会にもなった。ベンデナー精錬所現在のベンデン町内では、様々な場所で工業が営まれていた。 古い時代の鉱山採掘についてはほとんどわかっていない。様々な場所から塊鉄路が出土することから工業が行われていたことは間違いない。主な場所はゲルリンゲンの東、ヒュンスボルン近郊、フッペン近郊、ビューヒエン及びベンで川沿いのアルテンホーフまでであった。エルベン近郊のビルスミッケ直接製鉄砲作業場の研究は 11世紀から13世紀まで作業が行われたことを明らかにした。ゲルリン原地域でも工業は中世世紀にまで遡る。ヒュンスボルン地域での科学的研究は、ここではジーガーラント地方の鉄鉱石が精錬されていたことを示した。鉱石の単野や精錬の痕跡も発見されている。工業の文献上の記述が始まるのは、一件を 除いて30年戦争以後の時代である。その後長域は多くの小さな区域に分けられるようになった。行動が最も多いのはティーリングハウゼンとエルベントの間のアルテンベルク地区であった。小区画はオルペの地域にまで及んだ。アルテンベルガー行動はゲルリンゲントエルベントの間の全長3 2トルまで延長されていった。 ここでは特にカテッコウとヒシテッコウが見られた。最初の報告は1668年になされた。コウの一部はフィルステンベルク家の所有となり、その後ブラベック家のものとなった。レミリ家もベンデン精錬所やその他の作業施設の所有者として、ここに土地を所有していた。集団を挟みながら工業は1920年まで営まれていた。メルミッと ベンデントを結ぶ街道の南に別の工区があった。その中心がユンケルンベルク港であった。この行動は長さ1 8キロメートルであった。ベンデナー精錬所の創設者、ヨハネス・エル・マートは1734年にシュミト・ザイフェン光を任された。19世紀に鉱石の探索が短期間ながらブームとなった。しかし、 ここでの採掘は早くも1868年に停止された。三つ目が、バールベルガー港を有するオット銀玄ンン近郊の港区であった。証拠はないが、15世紀には、すでにここで採掘が行われていたと考えられている。報告は18世紀になって、初めてなされた。レミー家はここでも活動していた。ドロルスハーゲン修道院は、18世紀末に、 大規模な鉄鋼製機の精錬を行うために、ここに4万帝国ターラーの投資を行った。この計画は、排水に問題があり、とんざした。修道院のプロジェクトの破産後何十年も訴訟が続いた。ファールベルク港は精錬所と同様、不規則ながら運営を続けた。採掘は、第一次世界大戦まで継続された。1668年に、 文献の記述が残るエルベ近郊の鉄の精錬所は19世紀の初めまで存在していた。最も重要な精錬所は1728年に設立され1866年まで存続していたベンデナー精錬所であった。20世紀初めプラチナが敷屈された。このためにシュレー・ゲルスベルク港が設けられた。数年間非生産的な採掘が行われた後、 採掘は中止された。現在この行動は見学鉱山となっている。弁ン,ンは1802年までベストファーレン工業の一部であった。その後1816年にプロイセンによって併合されるまで14年間、ヘッセンの統治下に置かれた。ヘッセン時代にゲリヒト弁ン,ンがアムト・ールペに設けられた。1817年から ベンデンは、ビルシュタイン軍に由来する、オルペ軍に属した。1843年から1844年に、ベンデンとレーマースハーゲンから、アムトベンデンが形成された。ベンデンとレーマースハーゲンは1969年7月1日に、合併し、新たな自治体ベンデンが成立した。これ以後この町は、同時期に廃止されたアムトベンデンと正確に同じ、範囲となっている。 鉱山産業は人口の大部分が農業で生計を立てているという状況を変化させるには至らず、ベンデナー製錬所の閉鎖後に特筆すべき工業発展は起こらなかった。貧しい土壌と土地の分割によって多くの家族が農業で糧を得ることが難しかった。ベンデンの聖セベリヌス教会、ベンデンはローマイコールカトリック信者が多数を占める町である。メルミッケと ローテミューレを除く多くの集落に、ローマイコールカトリックの教会あるいは礼拝堂がある。ヒュンスボルンには、セークニベルトゥス教区教会がある。ベンデンとローテミューレには、福音主義の教会があり、ゲルリンゲンには、ローマイコールカトリック教会の他に新首都派教会の集会所がある。ローマイコールカトリック信者にとって、重要なこの地方の巡礼地が、ヒュンスボルン、ベンデン。 アルテンホーフの間の森の中にあるデルンシュラーデである。伝説によれば、弁殿ンンの教会から盗まれたマリア像がここで見つかったとされている。礼拝堂は、多くの信者が礼拝に用いている。他に、地域のコップが、毎年の巡礼に、デルンシュラーデを利用している。第二次世界大戦後、旧ドイツ東部領土から、数多くの難民が、当時のアムトブンデンに避難し、 主にファールベルクとローテミューレに定住した。こうして1950年代に福音主義ローテミューレ礼拝堂が設けられた。さらに1980年代には主流の弁殿に福音主義教団センターが設けられ、急速にローテミューレの礼拝堂をしのぐ規模に成長した。2006年、弁殿が属するペ福音主義教会の教会管理委員会は、 ローテミューレに教会を建設することを決定した。ローテミューレ礼拝堂教会がその財政上の責務を引き継いだため、その存在は保障されている。1960年代以降、多くのムスリムやギリシア正教会信者が弁殿に住んでいる。イスラム文化センターの組織連合体は主有にモスクを有している。弁殿の町役場弁殿の町議会は、 34議席で構成されている。1969年から1994年まで弁連の行政トップはゲマインデディレクトールと呼ばれていた。ビュルガーマイスターは名誉職で儀礼上の代表や町議会の議長を務めた。1994年から1任0 0人の町長,長が立てられた。町長,長は町議会の議長であり行政指導者であった。 最後のゲマインデディレクトールとなったペーター・ブリューザーは、町議会によって初代の専任町長に選出された。その後町長は住民による選挙で選出される。弁田の上り紋章この町は、アルンスベルク行政官区長官の1970年4月6日付の文書により、紋章の使用を許可された。図柄、赤字に金色の降臨を備え、 金色の髭と頭髪、右手に金色の本とその上に羊、左手に金のクーゲル十字の杖を持ち、上半身は金色の毛皮、下半身は銀色のアマフをまとった聖人。その前面に端から端まで貫く黒い十字が描かれた銀色の盾が置かれている。紋章はこの町の守護聖人である洗礼者聖ハ羽と、 弁田が長く属していたケルン選定校の紋章を描いている。この町は地域再編後にアムト弁ンからこの紋章を引き継いだ。上り弁田町は1970年6月11日付のアルンスベルク行政官区長官の文書により、上りの使用権を授けられた。上りの図柄、長辺と平行に1、3、1の幅で赤から白から赤に分割。 中央城半分に町の紋章が描かれている。ベンデナー精錬博物館ベンデナー精錬所は産業文化財となっており、ドイツ語圏に現存する最古の木炭溶鉱路施設の一つである。この施設は開館期間中は無料で見学することができる。ベンデンは数多くの音楽クラブ、学隊及び約40組の合唱団で知られている。 大きな集落のほぼすべてにブラスオーケストラと複数の合唱団がそれぞれ存在する。合唱団約30の音楽、歌唱クラブが現在もコンサートやその他の公園でこの街の文化、社会生活を特徴づけている。保護文化財に指定されているベルク通り8番地の木組建築デルンシュラーで巡礼礼拝堂は1864年に建築家。 フィンツェンツ・シュタッツによって古くてずっと小さな先行建築の代替として建設された。礼拝堂はアルテンホーフ集落の近くにあり、ヒュンスボルンとベンデンを結ぶ道路を経由して容易に行くことができる。マリアの訪問の祝日とマリア生誕の祝日の後の日曜日にアルテンホーフ及びベンデンからデルンシュラーデニパレードが行われ、 それに続くデルンシュラーデイでの礼拝で締めくくられる。聖セ,セベリヌス教区教会は1750年頃から1752年までにフランツバイヤーによって建設された。祭壇や多くの聖人像は仙台の教会を飾っていたもので、重量感のある塔も仙台の教会からのものである。高段、輝くマリア像とオルガンは1755年頃に設置された。 命名のモデルは、ケロンのセイセベリン教会であった。大規模な改修が1986年から1988年に、なされた。これにより18世紀に建設された、当時の姿がおおむね復元された。五連のハレン・キルヒエのマンサード屋根は、ベスト・ファーレンでは珍しいものである。木炭洋航路施設のベンデナー精錬所は、 工業化初期の文化財であり、博物館として公開されている。ゲルリンゲン地区の教区教会委員者、聖アントニウス教会は1897年に、建造された。ビッケスイン地区自然保護区町内は、10の自然保護区がある。カラーヘイ及び、リミッケタール、グロースミッケタール、ビーブルーフ、ベンデ、川水源地区、ミッドタークスブリューヒエ、デルミヒエタール。 ビッケ川水源地区、ビッケタール、ベンツェ及びビンゼバッハ、シュタインクーレ及びヒルミッケバッハ。ベンデンには6つの自然文化財がある。自然文化財には木や樹木群が指定される。町内には保護系観光性ものも6つ指定されている。町の全域がザウアーラントロタール山地自然公園の一部となっている。2006年11月30日から町域に対して、 景観計画ナンバー4ベンデンドロルスハーゲンが適用された。すでに家屋が建っている集落部分や建設計画の適用地域を除くすべての土地が自然保護区などのより高度な保護状態にない限りは景観保護地区となる。ベンデンには2つの景観保護地区がある。8875ヘクタールのベンデンドロルスハーゲン景観保護地区タイプ A と0 0 ヘクタールのベンデンドロルスハーゲン、景観保護地区タイプ B である。タイプ A は、一般的な景観保護地区、タイプ B が、草地の谷や特別な機能を持つ空間を保護する、特別景観保護地区である。タイプ A の景観保護地区では、建造物の建設や、植林の開始、クリスマスツリー栽培地の新設が禁止されている。タイプ B ではこれに加えて、 草地や休館地の多目的への転用が禁止されている。タイプ B は多くの部分地区に分かれているのに対して、タイプ A は一つの土地で形成されており、他のすべての保護地区や計画地区内の建設地域がこの中に含まれている。町内には、例えば水源地や岩などの数多くのビオトープが、その希少性のために保護対象となっている。 これらは希少性に応じて指定されており、上述の保護カテゴリーとは無関係である。この他に、青タカ、アカ赤飛び、渡りガラスなどの大型鳥類が生息する。約600席の観客席と相応のステージを持つ、行動、プレイフィールドと観客席がある体育館、真新しいスポーツ広場、室内プールが、クラブ、住民、 訪問客に活動的な余暇を多彩に楽しむ機会を提供している。ベント・シェケル・メッツェは南ベスト・ファーレン最大の民衆祭とされており公式サイトで広告される。この祭りは8月の第3火曜日とその前の土曜日曜日に開催される。火曜日には様々なクラスの動物を検証する動物ショーが開催される。ベント・シェケル・メッツェは 期間中ずっと市場が開催され様々な品物が売買されている点が他の境界祭と異なっている。多くの市場出店者の他にメリーゴーラウンドやその他のアトラクションが設けられる。シェーナウの車肉祭も有名である。バラの月曜日に豪華に作られたモチーフ車両と数多くの徒歩のグループが 1km に及ぶ伝説の竜となって、 一万五千人の観客が見つめる中、シェーナウの通りを列をくねらせながら更新する。シェーナウのシャニクサイの掛け声は、シェーナウ、ヘラウである。カーニバルクラブの境会下は、シェーナウから勃券バッハまでから揺られて笑ってという一行から始まる。シェーナウイコールアルテンベンデンシャニクサイクラブは、40年以上にわたって、南ベストファーレンのシャニクサイイ,イベントの大物として、 定着した。ジュートザワーラントラウフは、おおむね11月の第1週末に開催される。この伝統的なレースは、SG、ベンデンが主催している。過去の大会では、国内で成功したランナーが挨拶を行っている。バンビーニレース、学生レース、大衆レース、メインレース、ノルディックウォーキングレースに合わせて、約800人が参加する。これは、 南ベストファーレン最大のレースである。第二次世界大戦後の時代まで、住民の大部分が農林業に従事していた。農業の構造改革によって多くの農民が離農した。これにより通勤労働者が大きく増加した。この状況はアウトバーン A4 号線と A45 号線の建設によって変化した。交通地理上の立地がかなり改善され、この街は、 産業の立地として魅力を増した。ヒュンスボルンとゲルリンゲンに企業を定住させるための工業、産業用地が整備された。道路町内を2つの連邦アウトバーンが通っている、町内を通る連邦道はない。主要交通路は、修道 L342、L512、L564、L714、L905 号線である。 バス、鉄道道路旅客交通では、数多くのバス路線が、ベンデント隣接市町村とを結んでいる。運営業者はジーゲンに本社を構えるベストファーレン、南交通会社と鉄道市会社のルールジークバス、交通である。R50 号と R51 号が、ジーゲン及び、オルペとベンデントを結ぶ、最も重要な路線である。現在、町内を通る鉄道はない。 かつては、現在のビッケタール鉄道に接続する路線があった。フロイデンベルクローテミューレンは1987年に、ローテミューレオルペンは2000年に営業を停止し、2005年に撤去された。コンラートアデナウアーシューレと、実家学校及びスポーツ広場弁ン町には、4つの敷地に3校の基礎家庭学校、本家庭学校1校、実家学校1校、 総合学校1校がある。さらにオルペ軍の養護学校ヤヌシコルチャックシューレの弁田校もある。弁田には以下の学校及び教育施設がある。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。